まあ、科学的に日本酒の作り方の分析が進んで、まあ、たくさん論文も出てるし、まあまあそういったところに造詣が深い人であったら、まあそのめちゃくちゃ美味しいものをいきなり作るのは難しいかもしれないけど、そこそこのものは作れちゃうよねっていう話だよね。まあ言うてもね、昔は農家が作ってたわけだからね、どぶろくをね。そうですね。まあ今ちょっと言っていただいてるそのどぶろくっていうもの自体が、まあその全家庭で、まあ全家庭っていうか、うん、農家だと比較的作られてたものなんですよね。結局日本の場合は稲作を、まあ、各家庭がやってたわけですから、その家庭でその壺で、まあ、自家醸造してたのがどぶろくで、まあ、日本酒の原型ですね。で、うん、そういうものが各家庭でやってたっていうのは各家庭でも十分できてたっていう意味では、日本酒の醸造も究極的にはそこまで難しくないっていうのは言えるかもしれないですね。うん、いや、そうそう。だから、そういう意味で言うと、あ、でもこの間ね、面白い話をしてたんだよな。胚芽米というか。胚芽米。ええ。その胚芽米みたいなので、日本酒って作れないの？いや、でも作れそうですよ。すけどね。いや、この間ね、その富山県、昨日、その富山県の、その、増泉さん、増田さんところ行ってて、増田さんとそういう話になって、まあ、あそこほら、玄米ってお酒作ってんじゃん、玄米っていうか、もう、磨かない、はいはいはい。全く磨かない、磨き 120% みたいなやつを作ってて、うんうんうん、まあ、それやったら、もみ殻についてる雑菌が、蔵全体を汚染してめっちゃ怒られたみたいな話をしてでもう今やなんか磨き 120% はうちの蔵人がもうみんな嫌がって、やりたがらないからやろうと思ってるみたいなこと言われてたんだ。